花沢監視官かっこいい。ありがとうございます。本当にたくさんお便りいただきました。明治から好評発売中の XBOX YO ゲームサイコパスと連動した花沢監視官、リスナーさんの何気ない日常を日記テイストで募集し、何気ない日記に潜む犯罪の匂いを嗅ぎ分けるコーナー、坂本ロイドでもおなじみのコーナーが本日1回きりの大復活です。最終的にレッドカード、イエローカード、問題なしの3段階で判定していきます。で、今回のためにね、私の相棒坂本ロイドも待機してくれてるんだよね。坂本ロイドです。かわいい。今日はなんか坂本さんがいるからさ、ちょっとさ寂しいな。こっちに出てきてくれてもいいのに、坂本ロイド。へえ、あんたも坂本って言うんだ。僕のことですね。そう、今会話ができるように。今会話したよね。7的なやつだよね。そうです、そうです。全然ワクワクしない。僕の名前は何これ、坂本ロイド、ロボットさ。ちょっとこの辺あれです。今回新作です。すごいね、はい、新作だね。新作で取り下ろしのやつです。坂本さん、体張ってくれてありがとうね。いい、いや嬉しい。ということで、じゃあね、今回もリスナーのとある一日の日記が届いているので紹介してもらいたいと思います。本日ね、一緒にやってくれるのはこいつだ。原沢監視官に敬礼。お久しぶりです、坂本です。久しぶりですね。そうですね、このコーナー自体がね、うんうん、その敬礼の感じを聞くのは久しぶりですね。そうですね、僕ちょっとさすがに高6なんで頑張ってやって、ね、そうだね、あのもっと今度いつもちょっと適当なんですけど、いつも適当だよね。はい、では呼んでくれたまえ。はい、まず1通目です。うん、人からネームジャケンさんからいただきました。ありがとう。7月某日、うん、今日は暇だったので、うん、公園に来てみた。おお、いいじゃん。と言っても今日はとても暑かったので、うん、正直後悔している。なのですぐに帰ろうとしたが、目の前の噴水で小さい女の子が水浴びをしている。なんだ、やばいぞ。やばい香りがするな。続いていいですか。いいよ、うん、いいよ。水着姿の女の子たちがはしゃいでいたが、うん、僕はロリコンではないので、うん、微笑ましいなと思いつつ、あ、よかったよかった、そうだね、通り過ぎようとした。うん、だが僕は見てしまった。何？その女の子のお母さんであろう女性の T シャツが水に濡れて若干透けている、うんうん、おい。そこか。さすがに下着までは見れなかったが、うん、今日はいい一日だなと思いつつキロに着いた。うん、アウトだ、アウト。アウトだよ。お母さんに浴場するなどありえん。まあ、ちょっとね、まあわかる、うん、まあね、わかるとか、わかるとか言っちゃダメよ。わかるとか言わないけど、わかりません、はい。でもそうね、今更だよ。あの T シャツ着てるとやっぱちょっとこう見ちゃうよね、ドキドキするよね。そうですね、うん、まあこの時期あの噴水とかでね、子供を遊ましてることも多いと思うので。そっか、公園とか行かないからな。いいね、公園。そう考えるとダメだ、私そっち側に寄っちゃうわ。Sかな M かなをやった後にこれはダメだよね。そういう思考になっちゃうダメダメ、はい、監視官お願いします。私は監視官、監視をする方だからね。そうですね、うん、アウト、アウト。アウトー。よし、今打ったから。はい、じゃあ次行こう。次読んでください。はい、続いて、カビタカピバラさんからいただきました。ありがとう。大丈夫。いきますね。今日は珍しく久しぶりに大学の授業に出た。うん、席に珍しく久しぶり。お金払ってんでしょ、ちゃんと言って。はい、うん、席に着いたら、うん、ふっくらとした大きな丸みを帯びたものを持った、うん、ナイスバディな綺麗なお姉さんが、なんかすげえ遠回しな言い方したけど。うん、それで夏だからか、うん、薄着で露出が多く、うん、興奮が抑えられない。アウトだよ、アウト。もうこの時点でアウトだよ。まあでもまだ続きますんで、うん、はい、せめて太ももかおっぱいのどちらかを、うんうん、もおっぱいって言っちゃってるじゃない。隠してくれ、うん、いや、おっぱいは持ってる人は隠しても隠しきれるものじゃないから、まあね、太ももを隠してくれ。何言ってんの。明日も授業に出よう。うん、アウトだね。これは満場一致でアウトです。アウトー。うん、本当にそのままかびてしまえ。そうですね。もう授業に出れないですね。うん、
どういう理由で授業出てんだよって話ですよ。まあね、会いたい人がいるっていうのも、なかなかね、モチベーションではあるから、いいんだけどね。うん。だそればっかりになっちゃうとね、授業聞いてないもんね、多分。聞いてないと思いますね。うん、今日もすげえなーっつって見ちゃうもん。そうですね。だ冬になったら学校行かなくなっちゃいますね。そう、いやでも、布の上、なんつうの布着て、もうやめようか。次行きましょう。はい。はい、じゃあ続いていきます。人からネーム、龍馬の休日さんからいただきました。ありがとう。7月19日、うん、今日は友人と外出、うん。行き先も決めず歩いていると、文化祭をやっている高校の前を通った。ほう。夏に文化祭なんてやるのか、なんて思っていると、うん、ぜひいかがですかと勧誘された。おお、いいじゃん。しかも、よく見ると、うん、女子校ではないか。時間もあった。女子校の文化祭に行っちゃうの？時間もあったので、うん、ごめん。はい。下心ゼロで行ってみた。嘘だよ！この時点でさ。ちなみに、結果から言うと、防犯の都合上、生徒の関係者と地域の人のみが対象で入れなかった。しかし、女子にもてあそばれた感覚と、間違えちゃいました。ごめんなさい。が、とても可愛かったので、悪い気はしなかった。なるほど。まあ、これはね、アウトというにはちょっと何もしてなさすぎるね。そうだな、イエロー、そうだね。イエローっぽいよね。ただなんか、もてあそばれたっていう言葉を使う、なんかこう、使い慣れてる感はあるよね。慣れてます。今日ももてあそばれたな、俺、みたいなね。うん、なんか常習的な香りするけどね。そうですね。だってさ、これさ、女子校、なんつうの、そのセキュリティの問題がなければ絶対入ってったじゃん。そう。まあ、下心ゼロって書いてありますけど ね、一応ちゃんと。いや、下心ゼロって。そんな女子校の前にいたら下心も生まれますわ。それは問題だね。そうですね。うん。やめよう。はい。じゃあ、イエローカードで。うん。ありがとうございます。よし。じゃあ、次行くか。はい。人からネーム、まつりさんからいただきました、うん。今日は平日だが休みだ、うん。朝からネットで調べたパン屋さんに行くことにする。うん、おー、いいじゃん。外に出ると女子高生がたくさんいる。また女子高生か。不可抗力だ。何に対して不可抗力なの？なんですかね。なんだろうね。はい。仕方がない、うん。女子高生の足を見ながら歩いていたら、つまずいた。後ろの女子高生が大丈夫ですかと声をかけてくれた。おー、嬉しいね。嬉しい。パン屋に到着。うん。すでにお腹いっぱい。なるほど。まあ一応でも目当てのパンを買って帰宅しました。うん、おー、そうか。パン屋に行く道中に、はい、女子高生って不可抗力で会ってしまって、はい、うん、声までかけられて。いいの。そういうのないな。お腹いっぱいになっちゃうぐらいさ、なんか話したよね、女子高生と。え、マジで？マジで？JK？ あんたが JK だな？マジか！あ、さっきからじゃ無意識に不可抗力で話してたんだ。そりゃしょうがないわ。あ、監視、あ、そうだ。いけない、私監視官だった。私捕まっちゃった。あとはよろしく。もう無理？あ、そうか。あ、というわけで、監視官が捕まったところでですね、もう終わりかな？うん、そう、最後のメールでした。ということで、まだまだ犯罪係数の高いやつは私含めてたくさんいるな。君たちも何も起こさないよう、女子高生も気をつけて。わかったね。いいね。いいわ。以上、花沢監視官をお届けしました。